さんこんにちは、桑原優希です。皆さん多分こんばんは、青木山です。よろしくお願いいたします。声のトーンは完璧だったんですけど、はい、焦りが出ました。いやこんにちはっつって、もう3、2、1まで絶対言わないぞっていうトークテーマだったからここでシャッターを閉めるぞっていうのは、しっかり俺が振ってた話無視してくれました。えらい、えらいよ。危ない危ない。でも知りたいんですよ。例えば、はいはい、男子便所のあるあるって女子一生知らないんですよ。さっき、ね、メイクさん女性の方と話してたんですけど、はい、男子便所の小便器の中には緑色のボールが3つ転がってる。ほらほらほら、びっくりするでしょ。あれ見たことないんですよ女子って。全部ですか？全部この世の、ほぼこの世の全部にボールが3つ。村上氏も喋っていいよ別に。あれですね、でかいの1個かちっちゃいの3つ、はい、そう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 、溶けたやつが3つ転がってるか入れたての1個転がってるか。そう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 、転がってます。そうそうそう、なんだこの話、ま、芳香剤なんだけども、はい、これはだから女子のトイレには絶対存在しないし、一時居酒屋のトイレには前に使った人の量と戦うゲームっていうのがディスプレイでついてて、あれね、なんか風吹くみたいな感じのやつ。そう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 、風が吹く。要はお酒いっぱい飲んでるから、はいはい、排泄量も多いから、その前の人との量で戦い合う。ヤンキーが2人出てきてメーターとかついてる。メーターっていうか、そのもうヤンキーが2人喧嘩するの前の人。意味わかんない。画面がついてるそこに。それもある、それもある、それもある、うん、そのなんかセンサーがついてて、はい、流れた量に応じて画面が動く。ずるい、ずるいやん。女子かわいそうなんです。こんな楽しいこと知らずに生きてるんですよ。ずるいよ。だからその聞かせてよ、逆に俺たちの知らない女子の世界のあるあると思って。じゃあ、女子トイレには乙姫がついている。あ、知ってるな。男子トイレにもついている。えあれ別に女子トイレに乙姫、男子トイレに乙王とかじゃないから。あれジェンダーで分かれてないんですよ。そうなんで、跳ね返された私のあるある。もっと俺のっていうあるあるを出してもらわないとゲストが入ってこられませんよ。やだ、こんなウェルカムトーク。とりあえず一回呼び込んでもらう。そうだな、そうだな。ということでございまして、はい、まずはですね、この番組の天の声的なあの人に登場してもらいましょう。皆さんもコメント欄で一緒に呼びましょうね。せーの、村上氏。はい、どうも、ホビージャパン村上ですということで。そう、はい、男子しか知らないあるある、女子しか知らないあるあるの話。そうなんか他も結構拡張性ありそうな話題ですよね。割となんかいろいろありそう。例えば銭湯とかホテルの大浴場とかで、男子側のアメニティめっちゃ舐められてるんですよ。それはそう。俺が子供の頃からつい最近に至るまで全部スースーさせときゃいいと思う。全部スースーするやつが多いけど。俺みたいな美容男子がいることも知らずみたいな。みたいな。ね、女子の方はアメニティ充実してるじゃん。でも多分人によるかもしれませんけど、温泉とかそういうところ行った時のシャンプーはギシギシするから、みんな自分のを持ってってると思う。あ、これはもう全世界のあるある。人類あるあるだった。温泉とか行ったらアメニティのシャンプーギシギシするは全、ね、人類あるあるですこれ。全然持ってない。女子だけのやつ聞かせてほしいです。女子だけのやつ。何なんだろう。別にプリンに出さなくてもいいんですけど。日常すぎて気づいてないんですかね。いや、気にしてみると、さっき の, そのボールも知らないってことを考えたこともなかったです。そうですよね。確かに確かに。そういう感じでなんか見逃してるのかもしれない、みたいなやつをこの後のゲストさんに聞きたいですよね。最悪の振り。まあまあ、ということでね、はい、まとめちゃっていいですか。いいです、いいです。今回はですね、テレビアニメが先日、無事放送終了しました、うん、夢見る男子は現実主義者でですね、盛り上がろうということで。あ、なんかその画面の横にも、はい、それのなんか雰囲気。水こぼし。水大丈夫ですよ。ストローが触ってるから大丈夫です。ハワワしなくて。ハワワ。これはね、水もこぼすし物も落とすタイプの人間なんですよ。だから大丈夫ですよ、ハワワってしとけば。ハワワで許してもらえるっていう話を10分前ぐらいにしたんですよ、はい、さっきね、ゲストさんも交えて。そうですね、それは青木さんのいいところだと思うんで伸ばしていきましょう、ドジッコっていうキャラクターをつけていきましょうって話。そうですね、前向きに捉えていく。ということでですね、再びあの方をゲストでお呼びしております。青木さんの方から呼び込みお願いします。そうですね、どうします、なんて呼び込みます、いいですか。制作の発表みたいな。いいですか、もう皆さん、私は前回あきちゃんと呼ばせていただくことに成功いたしました。成功。この権利を皆さんにも分け与えましょう。あ、マジですか、みんなで呼んでいいですか。しょうがないですね。ただ、はい、本人がどう思ってるかですよ。え、そのみんなからせーのあきちゃんなのか、桑原さんだけから目を見て、はい、あきちゃんなのか。みんなからが1、桑原さんからで、あ、いや、数字とかじゃなかった。すみません、数字とかじゃなかった。じゃあちょっと今回いつもとレギュレーションが違うんですけど、桑原さん
さんの方からゲストの呼び込みをお願いいたします。顔見ながら、顔見ながら、もういるんですか、ね、もう呼び込みがありますからね。呼び込みとはこれから皆さん呼び込みがございますからね。ゲストの方登場しますんでね、段落の準備をよろしくお願いいたします。この人は誰お願いします。では行きたいと思います。早速呼び込みます。あきちゃん、はいいらっしゃいませ。あきちゃん、あきちゃん、前回同様後頭部の登場ということで呼び込みとは。ありがたい、ありがとうございます。いかがでしたか。あ、え、冒頭、あ、あ何が起きたの。俺はいかがでしたかって聞いたら突然2人が抱き合った。俺そのバタフライエフェクト知らないよ。何が起きた今。いや、あとどさくさに紛れて抱きついたな今。いや、そしてそっと手を回します。全然お給料から引いていただいて全然でいい、それないわ。最高でした。今何が起きたの、ごめん。どういう心の動きだったんですか。あのどうでしたかって聞かれて、冒頭のトークの感想を求められたのかなって。 あるあるの方かと思った。あるあるの方かと思ったんですけど、あ、違う、これ名前の方だってすぐに、うん、あ、頭がいいので気づいて。そうですね、地頭がいい、地頭がいい、気づいて、なるほどって思って、あってなってたところをどうしたって言われた感じです。あ、じゃなくて、なんで抱き合ったの。あ、記憶にない。すごく自然に抱き合ってた。2人がこうやってる時間がごく1秒だけあったんです。あれ何、俺見間違いだった俺。いや、なんかそこに愛があれば起こりうることも。流れでね、流れで。確かに、あ、青、今日は手をつなごう、今日は抱きしめよう、今日はキスをしようじゃなくて、二人の間に愛さえあればいつだって起こり得ることだ。起こり得ることなんだね。ということなんだ。ありがとうございます。温かい。もう呼び込む前から全身出ておりましたけれども、温かな空気が流れております。鈴本さんはですね、はい、ホビージャパンの方からですね、はい、ラノベも出ております。夢見る男子は現実主義者もですね、そうですよ、ヒロイン役としてここに。なんで笑ってるんですか。ヒロイン役としてここに2度目の登場になります。はい、ありがとうございます。コンテンツを背負ってるということを肝に銘じて。怖いよ。でもさっき偉い人たちが前回の放送なんか良かったですよって、そうそうそう、非常に社内で好評でしたって。おっしゃってましたね。本人に伝えちゃったもんだから。はい、なので今日は調子に乗ってここにいます。ね、オープニングから調子に乗り切ってましたもんね。でも一つだけ教えたいのは、実は知らないかなと思ったんですけど、はい、女子トイレって絶対シマウマがいるんですよ。何絶対シマウマがいるんですよ。ズイブラーが、はい、そうですそうです。あの檻の中にいますよね、キングギドラのシマウマ。あれでも全然知らない、全然ピンときてない。シマウマメタファーなんて。みんな謎かけとかじゃん。いや、もう全然なんか騙したいなって思って、騙されてくれないかなって思って。でもこれすっごいそういう豆知識、具体が気になるタイプだから。嘘すぎるとちょっと。え、じゃあちょっともう一回考え直します。なんかのメタファーだったりとか、シマウマに見える何かがみたいなやつの方が俺ってなれるんですけど、ちょっと嘘すぎたな。でもシマウマいたら嬉しくないですか。嬉しいね、シマウマいたら嬉しい。よかったよかった。あれな、あの動物って基本的に色の判断ができないから、白黒であってもあのサバンナの草と動物雑学だ。すごい。青木さんの動物雑学、色が緑じゃなくてもあの縦線だけで擬態できるっていうこと。また一つ地頭が良くない。地頭はね、追加されない。地頭は生まれ持ったらもんだな。それが地だからね。あ、そっか、上辺が強化されました。上辺が強化。ありがとうございます。そうなんですね、非常に好評いただいた前回で。やったー、ありがとうございます。もう仲良くなれましたか。だってさっきね、もうこんなことしちゃった。それの由来だけがマジで分かんなくて、ずっと怖いんだよ。私はやっぱ気持ちが動くってこういうことなんだなと思いましたね。やっぱ先に先に行って、何か今ディスコミュニケーションが起きそうだから、アキちゃんを助けなきゃっていう気持ちになった結果が、この優しく、ハグし返す、あ、そういうことですね。その流れで再現のハグを楽しもうとして、ゆっくりこうやって近づいて、ゆっくり斜めにこうやって近づいていく。やっぱ得られるものは全部得ておきたいので。せっかくだからね。せっかくなのでね。砂利少なめだったら拾い食いしておきたいもんね。そうです。せっかくならパクパクっと。そう、皆様もね、たくさんのチャット欄とか、はい、YouTube のハッシュタグなんかでコメントいただけますと幸いでございます。いや、ぜひお願いします。あれですね、前回の出演時に発表した初戦さんとの夢見る男子の現実主義者のキャンペーンもね、はい、
好評だったんですね、結構ね。そうですね、大好評のうちに終了しまして、本当になんか、手洗ってよかったなということで、書店さんからもお声をいただきましたので、よかった。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。鈴本さんのサイン入りの、ね、はい、色紙が当たるよという。いろんな人がちゃんと本屋に集まってくると。いや、素晴らしい。せっかく出版社がやってますね、書店コラボも。あれ、ちょっとなんか何かは言ってはぁ、じゃなくて頭や顔を押さえながらはぁじゃなくて嬉しい素直な思いが届くよ、それは。だってね、5本あってのですから。そうもう私のね、サインは添えるだけなのでもうそんな、でもお力になれたことがあるなら嬉しいです。ありがとうございます。ということでございまして、はい、改めてじゃあ、あれだね、いつものやつやるか。そうですね。では出てきたはずますので、出てきましたのはハッシュタグが書かれた、ニュート、ニュート、いいんですか。あ、ニュート、ハッシュタグニュート、はい、ちょっといきます。知らない分か。ザンザン、うわ、おめでたい。アクザン、おめでとう、おめでとう、おめでとうございます。年始には、ね、2人での営業もございますので、ね、自治体の皆様、このめでたいハッシュタグ割の儀の方ですね、各自治体の方に誘致をよろしくお願いいたしますよ。よハッシュタグを割るというのは、この間縁起の良いものとされてる、はい、そうですね、もこれ1ミリも話してないのに、あきちゃんの対応すごかったです。早くもう一回見返してほしいです。打ち合わせしたのかなって。早かったはいってノータイムで、あのもう主導が上がってたよ。一切言ってないでも、なんかやっぱ目の前に言われるものがあったら切っとけっていうのは、あのずっと言われて育ってきたんです。左に母はどこの出身。千葉です。千葉なんだ。千葉は割るべきものが目の前に現れることがあるんだ。まあきっと千葉ですから。千葉ですからね。いっぱいあるんだと思いますよ。落花生とかね。確かに。あ、割るすごい。小気味良いだけの中身のない会話。ありがとうございます。お願いします、ね。ということでございまして、今回は鈴本あきこさんをゲストに迎えてお送りしていきましょう、うん、それでは始めましょう。桑原優希、青木優馬のおしゃべりな本棚アットライブ、せーの、スタート。全員の名前書いて、桑原、青木、村上、鈴本でスタート。本当だ、台本って絶対守らなきゃいけない。汗汗、絶対絶対。さあ、ということでございまして、メインコーナー入っていきましょう。はい、青木さんの後ろに置いてある本棚から本を取っていただきますとですね、中にトークテーマが書いてございます。はい、そのテーマの中には当初タイトルに関連したものもいくつか入っておりまして今回のピックアップタイトルはもちろんこちら。いはい、夢見る男子は現実主義者ということですね。はい、ゲストでお越しいただいてますので、もちろんこちらということで、テレビアニメもね、放送終了しましたということで、ぜひお話を伺っていきたいと思います。はい、お願いします。ざっくりご紹介しますと、同じクラスの美少女と両思いを夢見てきたですね、主人公が自分では釣り合わないと気づいて距離を置こうとするんですけど、実は両肩思いという気になるワードで注目されていた作品でございましたね。はい、終わりましたな、アニメの放送が、ね、そうですね、あっという間だった、うん、でもなんか、なんて言うんだろう、はい、リアタイをしてたんですよ、毎週、うん、なのですっごいロス感があって、あ、ずっと追いかけてたからこそ、はい、なんかこう、月曜の深夜に起きてて、なんか、じゃあ、眠いけど、夢見る、見てから寝るかって思って、番組表見て、あれない。あ、これは絵に描いたようなザッツロスですね。ザッツロスになって、いやでもなんかそれだけ毎週なんか楽しみにしてたんだなっていうのを感じたりもして、しかも本当にワンクールかけて両肩思いしてるもの、その絶対お前ら好きなのに、お互いのことが、なぜ相手が自分のことをそう思ってると1ミリも思えないまま誰かが言ってやれよ。いや本当に、ね、もうね、付き合え付き合え一人デバガメがいるだけで解決でした。そうですね、間違いない。それがいいんですよね。一人柴田理恵さんみたいなおばちゃんの解決です。あんたたちもどうせ好きなんだから付き合いなさいよって終わっちゃう、終わっちゃう、終わっちゃう、最終終わっちゃうよ。やだやだ、石原かおりさんのテーマソングながら最終やだやだよ。もっともっと二人なりの、まあでもそう、今回アニメの、まあ、最終回ネタバレ話していいよとのことだったので、まあちょっと話させていただきますと、まあ二人らしいというか、手をつなぐっていうのが、ね、告白して両思いになるとかじゃなくて、こうなんとなく手をつないで、その瞬間だけはもしかして両思いだったんじゃないって、ね、なんかこう言えるような空気になって、
それで最終回だったので、まあ、それもなんかじれったいけど2人らしいなって思って、ね、小さな進展があって、うん、しかしその進展が積み重なって先に続いていくのかと思いきや、うん、その進展も翌日とかになるとうっすら減ってるみたいな、そうなんです、あの感じな、つかず離れて、だって愛かって呼んでくれたのに夏川に戻ってて、もう一回名字に戻ってやんな、ちょっとちょっとって思って、 あれはどうなんすか女性の目線から見ていやズバリ一回関係値深まりかけてんのに、うん、なんかまたあれ名字戻ってんな、私だったらもうより引いちゃいますけど、黒方思いとかじゃ駆け引き、はいはい、向こうがなるほど、うん、なんかもう夏川みたいな、中辺の愛知行きましたね、今ね、秋穂って言われてたのに鈴本って言われたら、もうなんか家から出ないぐらいまで一回引いて、あー引きすぎる、え物理的に引きすぎるわ、桑田さんくれぐれも気をつけないと急に一回秋ちゃんまで行ってるのに突然鈴本さんに戻った瞬間にもう家に帰っちゃう家に帰っちゃう待って、はい、でそこでなんか秋穂って言ってくれるのを待っちゃうから、あ、うん、追いかけてきてっていう、はい、追いかけてきてほしいな、秋穂待ちなんだ、秋穂待ち全力で来て光栄な家把握されてるし俺が悪かった、俺が悪かった下の名前でちゃんと呼ぶからっつってガチャしょうがないなって、あそこで許してくれるんだけど、はい、全く気をつけてよってなりますね、いや、ね、でも本当になんかこうタイトル通りというか、うん、なんか現実主義者だからこそ、うん、なんかこう調子乗れないというか、いやそうなんですよ、うん、きっともう好きでいてくれるだろうっていうモードに二人とも入れないというか、いやそうですよ、だって手つないどいて、うん、ねっ好きじゃないなんてことありますか本当にこれは友達の話してる友達の恋バナ聞かされてるトーンだったね、めっちゃ楽しい、だって手繋いだんですよ、まあ、そうね、そうね、手つないでたらよくそれでとはいえひょっとしたら違うかもっ って思えますよね、あでも家帰ったら思っちゃうかもな、あれはあくまでその場の空気の流れというか、その場の空気の流れで手なんてつなぎませんかっけー、軽くないそんなの、かっけーそうですよね、そんな軽い女じゃないぞって、そうですそうです、逆にそのなんか要は男子側からすると女の子って分からないものだから、それがどのくらい重い意味があるのかとかも判断できないわけよ、特に高校生なんて、いやでも高校生なんて何のこと、もう手の重みが違うじゃないですか、そうです、逆に重い逆に重いんですね確かにだって本当高校生の頃、はい、ちょっと 目閉じて思い出してみてください、全員です一回配信のタクトが手離してください全員で高校生のこと思い出しますよ、ね、ちょっとあなたはじゃあ3年 C 組です、はいはい、じゃああなたは、はい、気になる子がいます、はい、その子のことを名字にさん付けで呼んでいます、はい、名前で呼ぶそれってすごく勇気がいる、目開けないでください、途中で申し訳ない、はい、前提が俺高3の時一人も友達いなくて、クラスメートの名前把握してなかった、ああそれを全員知らない人だ、開けてはいけない箱、だからごめん名字で呼ぶとかじゃなくて知らない人たち、知らない人たち、あじゃあ脱落するんで、あと私と目開けてるんで皆さん目閉じとって、ごめん続けて、ごめん基本的なレギュレーションに参加できなくてごめん、やめましょうか、なんか好きな駄菓子の話とか、よしよしよしよ、俺あのフライドチキンみたいな、あれめちゃめちゃ美味しいですよ、あれ大好きなんだよ、私あのなんかラムネのこういけるやつ、あのラムネ、クアラさんはどんどん、私ピンクの四角い餅みたいな、あれ美味しいです、電卓みたいな、電卓あれ数減ってもう9個くらいしか入ってない、9個です、ですっかすかで9個かもしれない、昔12個くらい入ってました、そうなんです、1列減ってて、楽しいな、楽しい、めっちゃ話が終わった、駄菓子の話はもう誰でもできますから、全員参加可能、そうだどうせ今チャット欄にいるやつもハッシュタグで見てくれてる人もその高校時代に甘酸っぱい思い出なんてないんだそんな誰も共感できない話を振るな、あの前そういう話の時まあまあ盛り上がってどうしようってなったじゃないですか悔しがっている、あほらあのね、あのワンちゃんのこと考えましょう、わかりやすい、わかりやすいアニマルセラピー、よし、今のうちに、今のうちにどこでしょうか、コメント欄の人たちまあまあ駄菓子の話してるほら言ったろ、だいたい同じなんだよ、盛り上がっちゃったよで改めてじゃあその、はい、ワンクール終わったところで聞きますけれども、はい、自分の演じるキャラクター以外で推しとかいます、いやー
言葉選べるかな。伝わってください。言っちゃいけないワードでしか表現できない気持ちがある。違う違う、そんな不思議だな。違う誰も言ってない。でも言ってないし。まあでも、はい、ふうかちゃんが好きなんです。ふうかちゃん、あのあなるほど。はいはいはい、お手元にまあ資料がございます方は見ていただけると風花さんなんですけど、風花ちゃんが好きで、はい、あっちの今すごく言葉を選んで説明が、ゆっくりゆっくりで大丈夫ですよ。すごくあの幼いすごく幼いんですけれども、あのすごくあの飛んでいらっしゃって、あの体つきがゆっくり言うことによってきしょいなんかリズムでリズムで抜けきれなかったかリズムで抜けられるゾーンだったはずなのに、言葉を選んだことによって一段一段が重くて嫌だ。ゆっくり言って幼くて肉体が飛んでいらっしゃる。飛んでいらっしゃる。その富裕層の船。あ、そうですそうです。飛んでいらっしゃる。富裕層のそうです。富なので、うん、いやそれがすごくいいギャップで、うん、でもなんかその内面を一つも見ない女。違う違う。肉体が飛んでいることをまず第一気に。やだ、ちょっとなんか誤解されちゃう。私がそんな女じゃないですもん。そうですそうです。もっとその内面の部分で好きなところありますもんね。いや、はい。はいじゃなくて。はい、大丈夫ですか大丈夫ですか。はいじゃあ。でもそのなんて言うんだろう、なんかこう幼いなんか幼いんですけど、年齢的に言えばまだ中学生ではあるんですけれども。こうなんていうんだろう、主人公の佐城くんにそれを感じさせないぐらい第一印象が大人っぽい、ね、なんかもう JD って言われてたんですよ。そうそう、女子大生と、はい、誤解されてたんですけど、うんうん、そのギャップがいいんですか。ギャップもいいですね。力強くもアンドもういいですね。いやでもやっぱなんか牙を剥く瞬間って中学生って分かってからだなって思って牙を、はい、設定が効いてくる。そうです。しかも中学生なんですかってこと。そうなんです、そうなんです。こう女子大生ちょっと共感しないように気をつけますね。なんかこうなんていうんだろう、なんか余計に距離が近いし、たまに無邪気だし、あなんか話がなんか妙に噛み合わないんだよなって。大人だったらあざといの範疇になっちゃうけど、そうですそうです、子供だから許される距離感みたいな。なるほど。なんていうんだろう、もらったプレゼントのハンカチがなんかこんな俺って子供っぽく見えるんだみたいな思っちゃったりとか、なんかそういうところが一気に中学生って分かってきてからも気持ちよすぎる伏線回収。で実年齢が幼かったのかあって。で中学生って分かってからはなんかこうね、こう無自覚にここ来るんですよ。なんかここ来てなんかあそれに。ついでにくっつく。バレちゃった。射精術がバレちゃった。今の再現する必要のないし。いやいや。その額面通りに受け取るタイプ。聞いてきた感じがあって。これ変な映像だぜ、これ。これ変な映像だって言っちゃった。ほら。3人掛けで1人減ってるみたいな。3人組のゲストが来て。確かに。じゃあ埋めておきましょう。埋めておいて。そう。クッションに埋めてます。この状態でね、番組を引き続き続けて一人的にこんなところかしらね。そうですね、はい。アニメの続きが気になった方は原作もですね、現在8巻まで発売しておりますので、はい、もう続きになった方はね、この後あの文化祭準備編。そうなんです。文化祭編、学園もので一番熱いとされる文化祭じゃないか。そうなんですよ。今夏が終わりかけぐらいで終わったじゃないですか、花火ってね。そっから秋編が始まるわけですよ。どうなってしまうんだという。いや盛り上がるよ。人と人との距離が一番縮まる文化祭。その文化祭準備編の中で6巻が激アツなので、うん、ぜひ読んでください。そうですね、激アツ。そう、ちょっと6巻も激アツですね。あんま具体的に言うとあのアニメ配外なんだですけど、2人の関係性に進捗が出る。あ、もうごめんなさい、もう私からこれ以上すいません、期待だけさせておいて何も教えてくれない人。読むしかない、すみません。あの後ろにあるやつが6巻の表紙なんですけど、はいはいはい、この表情はみたいなところがありますよね。かわいい。あ、これはどうなんだみたいな。絶対なんか言われたじゃん。どうなんや。絶対なんか言われたじゃんって気になる人は原作を買おう。ぜひ。そうしよう。ぜひ。何の顔。いや、ダチョウの脳みそって眼球より小さいんだね。あ、いやいや、その違う違う、えじゃなくてそんなコンバットってサイコロ状のキューブのうんちをするんだぜ。あ、危ない危ない。そういう、そういうんじゃなくて、ドキドキじゃない、そのドキじゃないです、別ベクトルの
まあでもそう6巻ねもしお迎えしていただいた時にあのなんて言うんでしょう冒頭のカラーページというか、まあ、そこも大変なんだってお厚くなっておりますお厚くなっておりますびっくりドンキーと言われるお気をつけください気をつけてまだあの目で聞かないお厚くなっておりますお厚くなっておりますチーズバーグディッシュで言われる鉄板がめちゃくちゃぜひねお手に取れさえということでねあの原作の続きも激アツということ で、ね、激アツです手に取っていただければと思います。よしじゃあようやくですけどもここから改めて話していこうか、はい、そうですね、現状25分経過もう絶対引かなきゃいけないやつを引かなくちゃいけない時間なんじゃないだろうねいやいやそんなことないですよそんなこと延長もあるんでね延長もありゲスト本人が延長してもいいって言ってるからとりあえず伸びれば伸びるほど伸びれば伸びるほどとりあえずもうどんどん行きましょ う、 どんどんじゃあすみません何番がいいうわー1回目いいんですか、うん、どうぞどうぞ1回目だから6で1回目だから 6 その心は1回目なのでお折れない心大事だねいいよじゃあ6番なんだろうさあ6番のトークテーマ見ていきましょうほほーあやってみたいバイトはいこきましたねこれもちょうどタイムリーですねふうかちゃん、はいこちらふうかちゃんの紹介が入ってますが、うんテレビアニメ第6話ではですね、うん、主人公のわたるが古書店でバイトを始めます、うん、そこで、当初年上のお姉さんとして出てくるめちゃめちゃ見られる大丈夫ですかスタッフさんにああ。モニターにはね、ふうかちゃんがね、はい、ふうかちゃんが推しキャラクターが登場することによって顔がデレデレしている見られてるということであのその年上のお姉さんとして当初出てくる、はい、佐々木ふうかと出会ったりしますがということでキャラ紹介ありますね、はいはいはい、渡るがアルバイト先で知り合った女性ということで、うんおっとり優しい雰囲気をまとっていますが、うん、時折無邪気な一面も見せますと、うん、で大人びた容姿から、渡るは彼女のことを女子大生だと思ってましたが実は中学生ということで、まあ、ということでバイトの話をしましょう。中学生、ちっちゃい声で言うなそこだけを中学生染み入るな体に本当かな本当や怪しいもんだな本当かな本当ですよ来てたでしょ学校圏そういう話だったんでしょちゃんと同級生も来て同級生もいました同級生もどういう感情なんだよその疑いに本当かなって言いたいだけの人だすみませんちょっと熱くなっちゃって風化のこととなるとすいません止まらなくなっちゃってそんなに物理で熱くなるそんなにめちゃめちゃ汗かいてますほてって、ということで、はい、テーマは、今皆さんがやってみたいバイトって何ですか、うん、ということですね今やってみたかったじゃなくてかあもう大丈夫ですし、なんかそのやってみたかったけどやんなかったなみたいなのも大丈夫ですし、はい、なんかあの現時点でやったことあるバイトだと何かありますアルバイト多いですか、ね、巫女さん、ですめっちゃいいすごいいなんかいやなんかいやすごいすごいじゃんと思ってなんかその女性声優としての極太のエピソード持ってみんなめっちゃ喜ぶよそんな本当に巫女さんなんて最高でも巫女さんあの装束の下回路が15枚ぐらい貼ってありますよ。ああ寒い中、正月のバイトとかな。正月は絶対寒い。あとはイタリアンのバルで働いたことがあります。全部いい。本当ですか？高評価いただいて。全部やった。浮かんでくるその衣装が。本当ですか？いつでもまた労働します。衣装に思いを馳せてる。違うんですか？みんな絶対想像したでしょ。でもバイトといえば衣装ですよね。本当に。そうか、女子にしかない観点かも。え？あのバイト先のお洋服かわいいからみたいなやつが女子にはある確かに聞くなそうですそうですそうです喫茶店とか、うん、あそこどこだっけな椿屋でしたっけメイドさんみたいな、うん、めっちゃかわいいなって思いますいつもそもその観点で選んでるいや私はつてがあったので全然いいけど全然いいけど汚い言葉で親のつてで親のつてで骨入社だ神社は親のつてで見たかったな、はいまあ、でもじゃあそれはお手伝い的なやつですか、まあ、そうですねなんかバイトってよりかはなんて言うんでしょうご奉仕って形で勤めてました祭事の時だけお守りとか絵馬とかあそうです、うん、並べて売って、うんうんうん、お渡しして本当ですか似合うななんかちょっとシャンシャンって何か払ってもらって来てもいねえのに体験会をするのしかもなんかそのめっちゃ長くやってたとか心得があるとかじゃなくていいなその時に会いたかったらうんシャンシャンじゃないシャンシャンなんつってなんつってじゃないなんつって一番やっちゃダメ真偽だからすいません喜んでほしくて幸せ
になりました。喜んでほしくて。福原さん、たまに後輩叱んなきゃダメだ。先輩喜ばせるためにその一つも理由気にないシャンシャンしてんだな。幸せのシャンシャン。幸せのシャンシャンじゃないの、ダメよ絶対。ルールを守らなきゃダメなのあれ絶対。いやーすごい、まさかまさか。いやでもどうだろう今。ね、今やりたいことです。今やりたい。俺マジでずっとベルトコンベア作業ばっかりやってたから。ああ、かも。流れてくるディアゴスティーニの フェラーリラジコンカーのプラムに小冊子を載せるっていう。前おっしゃってましたよ。8時間ぐらい。それってやっぱりずっと同じ作業だから迷信できます、ね。フェラーリっていう文字が読めなくなってくる。な何してんだこれだ、カタカナが読めなくなってくる。わかる。車かこれ。私もずっとパスタに明太子だけ乗せるやつ。やってるじゃないですか。7時間ぐらい。衣装が可愛くてとかじゃない仕事やってるじゃないですか。全然私には可愛くないので憧れがあります。あ、憧れ衣装ね、あるかな。そうそうそう、憧れ衣装なんだっけ、あのほらあのなんですか、へそ出しミニスカウェイトレスみたいな人がそのあ、ローラースフーターズ、それめっちゃ行ってみたくて。そんな夢みたいな場所があるんですよ。そう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 、あんのあんのあんの。そうなんですよ、なんかそのアメリカンダイナーみたいなやつで。まだあります。あの新宿にもありました。やった、いけるじゃない。あ、いやでもそこはなくなったんですよ。そう、まだどっかに行けるあるんじゃないですか、多分あると思いますよ。どこかに何時までやってますか。あ、今日行くんだ。今日行くんだ。今日打ち上げようと思ってる。今すぐじゃ後半戦はね、そちらからのロケでお届けしたいと思います。銀座にある。大人の街だ。大人の街銀座にあるから、もうすごい量のチップを吸われちゃうよ。あ、そういうシステムが。そういうシステムじゃない、日本にはあまりないチップのシステム。でもね、お金挟む。挟むな。金を挟むな。クータさんが若手女性声優がお金を挟むな。だって夢だから。夢だからな。夢だから。人生に一度はお金を挟んでみたいものだよな。挟んでみたいですよね。日本のお金は最小が千円札だから額がでかすぎるんだよ。あるいは1ドルとかからできるから、あの文化が。そうか。そう、でかすぎるだろ、千円をガバガバ。確かに。あの絵面になるまでにはちょっと遠いかも。あの絵面って言ったな。ごめんなさい、私の頭の中の想像上の完成形があって。あとフーターズで千円札をウェイトレスに入れ始めたらマジで捕まるよ。絶対ダメなんだから、おさわり。そうなんですね。あ、そっかそっか、おさわりだ。あくまで給仕の人だから。あ、確かに確かに。ローラースケートで来てくれるんですけれども。うん、別にあとこれ働きたい話じゃないわ、夢の話。夢の話。フーターズのホールになりたいわ、じゃあ。あ、確かに。じゃあ私フーターズの店長になる。店長になる。バイトじゃないけど、ね、バイトじゃない。シフトとか、ウェイトレスのシフトとか決めなくちゃいけない。バイトから上り詰めて、店長になって。いや、みんな今日も可愛いよ、頑張ってね。そういうんじゃなくないですか。メンバーによってそのなんていうか似合う色とか決めてあげて。そうですそうです。いや、君はツインテールの方がいい、君はツインテールの方がいいよ。洗脳じゃん、何回も何回も。君はツインテールだ、君はツインテールがいいって言って言える立場にまで行きたいなって思い詰めて。仕切って仕切って、全部終わった後脱衣所でみんながあの店長本当にさ、気をつけてきてさ、きつくない。そういう方が団結しますから。よかったよね。ないちゃん。ビジネスライクで、残ったご飯持ち帰っていいから。お願い。お願い。嫌いにならないで。お願い。ツインテールにして。そっちなんだ。あ、でも夢バイト風だ。夢バイトだ。野球場でビールの売り子してみたいです。ああ、はいはいはい。それこそ衣装ですよね。衣装で、あれはなんか憧れがあります。可愛いし。おのののかさんとかがやってたやつ。あ、そうなんですか。ですね。あれなんかあの出来高みたいな感じなんですね。確かにね。そうそうそう。売れば売れるだけ。あの自分にバックがある。そうそうそう。マイセンな。すごい世界だった。今持っているそのお二人のその美声であったりとか、通る声みたいな能力を使えば。特殊能力。しかも縄張りみたいなやつなんだっけ。縄張り。なんかあのゾーンみたいなのがあるんですよね。そうそう、一応ここからもう何番から何番ゲートまでしか行っちゃいけないみたいな。でもどっちかというと私がいつも顧客にしてるやつのところに、うん、新参のお前がみたいな、そのなんかあの縄張りバトルがあるんですよ、ビールサーバーの。そういうのビシャー、同じだけに座るから。ビシャ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 ビールサーバーでビャー。そうです。あの同じ理論で客にめっちゃかけてます。みんなベロベロになって、アルプススタンドベロベロになる。すごい、あのこち亀のビール売るかいみたいな。あったな。そっか。
全然夢バイトの話じゃないけど楽しいからいいか。あそうですね、確かに夢バイトの話よかったな。ぐらい行くか。じゃあ行きましょう。どんどん行きましょう。じゃあ鈴本さんお願いします。鈴本さんだから、そうそう、ゲストさんですから、自由に数字を言うことができる権利、選び放題。3番目。その心は6を2で割ってみました。あ、割るとね、ちょうど半分ですよね、はい。どんどん雑になってきてませんか。雑に扱われてる、ね、リズム会話。はい、続きまして、おトークテーマ、母校の自慢。はい、来ました。こちら夢見る鏡ですね。テレビアニメ第10話ではですね、はい、主人公のワタルが学校見学のお手伝いをしますが、うん、学校の見学の時ってどういう学校かとかの話をしますよね。学校名とか出さなくて大丈夫なので、皆さんの通っていた学校の自慢を教えてくださいというテーマにしてます。独協埼玉高校ってところ。あの学校名は大丈夫って言ったじゃないですか。話聞いてました。これも大丈夫、伏線があるのよ、はい、あ、伏線があるんですね。独協埼玉中学と付属になってて、はいはい、同じ校内というか、はい、これマジで俺がもっとラノベの主人公だったら、そのもっとその俺の人生がもっと主人公だったら、もっと主人公だったら、なんかラノベみたいだったなって思うわけです。通学のバスとか中学生と高校生が同じやつに乗るから、で部活とかも縦のつながりとかもあるしみたいな。はいはいはい。俺がもっと他人と関わりを持っていたら、なんかそのね、中東部の子から告白されてみたいな事件も起きたのかもしれないしみたいな。これはそうじゃなかったっていう。あ、そうじゃなかった、ね、俺の自慢は中高が一貫だったっていう話だけ。ああ、そうなんですね。あ、そうはならなかった。でも俺高校から入ってるから中学に誰も知り合いいないし。あ、悲しい。それあれだ、部活入ると悲しいやつだ。そうあのなんか一緒になんか4年目なのに1年みたいになるやつだ。で見事に部活にも入んなかったから、ね、ああ、そうなんだ。以上です。中高が一貫で広くて、ね、あの学校名を出したが自慢なしということで、インパルスの板倉さんが。あ、でも一個思い出した。あ、なんすか、なんすか。俺高3の時に高1にグラビアアイドル入ってきたの。いいな、これマジで。食いついてる。でかすぎるな。いいな、がでかすぎるな。すごく食いついてるよ。ちょっと背もたれに戻ってもらっていいですか。これマジで俺がラノベの主人公だったら絶対物語になってたはずなんですよ。激アツ。食堂で2回見かけただけだけど。いや、私その妄想したことありますすでに俺の現実に入ってくるな。妄想したら、もしもグラビアアイドルが入ってきたってことね。いや、もし学校にその顔見知りの子がグラビアアイドルだったら、あんま女子が考えねえな。だからクラスメイトがアイドルとか芸能人女優ならわかるけど、グラビアなん。いや、なんかそれこそインスタグラムとかの公式アカウントがあって、なんかこう目閉じんな。人の会話中に空想の世界に羽ばたくね。なんか投稿、あ、なんか投稿の、あ、まあ、俺は通知取ってるんですけど、なんか通知が来て、俺だ、俺、まあ、計画にして、秋用なんだ。あ、秋用です。秋用通知が来て、なんか週刊〇〇乗りましたっていうのタップして、まあ、水着の写真とか、ね、なんか、あ、でも高校生同士だったらドキドキだな。うわ、すっげーみたいな。生々しい。まあまあまあ、でもっていう感じで言ったら、まあ、次の日もその、なんか、いや、なんかちょっとこう電車の中とかで、メディアで長いこと目閉じてるやつ電車の中でその子が目の前に座って音楽聴いてるんですよ。エロくないですか。目開けてはっきりと目見ながらエロく、やばくないですか。天元突破。ドリル出す。このタイミングでドリル。パーンですよね。っていうのは、カーラさん泣かないで。私あんなに可愛かったアキちゃんが突然男子高校生としての欲望を吐き出し始めた。フータンスとグラビアの話がずっと頭に残って。あ、でも私あのあれです、あのチチーカーとかも好きです。チーカーで浄化されます。あ、よかった。あ、自分の中でも解決できた。ちっちゃい子とかも好きです。あ、違う。ちっちゃい子とかも好きです。あ、違う。あ、そっかそっか。ダウト。あ、まあ、チーカーも、でも怪しい側面ありますよ。キュートアグレッションつって、あ、そっか、丸くて可愛いものが、あの痛い目に遭うのが好きな人もいる。いやいやいや、そんな可愛い、ね、可愛いですよね、目とかキュルンって。さっきの目の輝きと違う。あきちゃんの目の輝き、嘘をついてる人間の目だ。急にハイライトが。さっきまであんなにキラキラしてたのに一つも真っ黒になったぞ。黒エロくないですか、あの時の目の光り方と違う。チーカーの話だと激薄になりましたね。ちょっと本当に具体性ゼロの話に全部バレてる。エロくないですかあの瞬間、俺しか体験してないんで、本当に体がギューって硬直したもん。多分その冷え
現実を受けてるみたいな。どういう現実？コミュニティ版にいたはずなのに知らない空間にいるみたいな。能力が出ちゃいました。巨大な須藤さんがそこに現れてお前に能力を授けようみたいなぐらいの、なんかあのナルトとかで見たあの無限空間の感じだったよ。現実をそこに連れてってくださったのはね。ああ俺の確かにそうですね。独協埼玉高校に俺が3年の時1年にグラビアアイドルが来たことによって、はい、こんな長尺で喋れるだけのパワーを見せてくれた、はい、現実だった。頼むから俺以外に母校の自慢してくれ。トークテーマが母校の自慢だから。母校の自慢でもピーク行っちゃいましたもんね。勝てないですよ。何出たってグラビアのが強いじゃないですか。いただきから行っちゃった。もう人類最高峰なのグラビア。いや後輩がグラビア。いや後輩ってのもいいですよ。確かに鈴本さんの餌食になるべくしてなったわ。後輩高一で入って上履きの色違うんですよ。懐かしい気持ち。上履きのなあの上のゴムのところの色が違うんだよ。そうなんだ。それに勝てないからなんかもう、はいはい、話すことないですよ。いただきから言っちゃったからじゃあ終わるか。すごい盛り上がったし、母校の自慢は、高3の時高1にグラビアアイドルが入ってきて、それにみんなが喜んでくれたので。そうですね。じゃあ一応もう一回言うけど、俺は2回食堂ですれ違っただけ。うわー、多分あれだなって。いやちょっとテレビとかも出てたよ。うわー、すごい。そうそうそう、すごい方だ。高校生なのにすごい。もしもって思いながら、そのまま2回しか会わなかった。いやー、そこがいいですね。儚い思い出よ、俺も。甘酸っぱい思い出よ。甘酸っぱい、それがいい。ちょっとじゃあ鈴本記憶に書き換えとくね。俺の記憶、次回このエピソード話すときその記憶で喋るわ。はい、ぜひぜひ。インスタないんだけどね、俺の時代には。やってたとして。そうか。俺が当たり前のように高校の時にその頃インスタフォローしてって話した時に、桑原さんが大きい声でダウトって言えるようにしてる。全力で走ってきますね。ダウト、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 目を覚まして。もう一個ぐらい行きますか。もう一個ぐらい行きます。選び放題ですよ。そうそうそう、えらほだから、えらほ、えらほです。飲みほ、食べほ、えらほ、えらほ。じゃあ1、2、3、4、5、あーそっか、じゃあ5で。なんかの計算ありました。じゃああーそっかって言って真ん中選ぼうと思ったんですけど偶数でしたね。あー確かに8ですもんね。5番で、よ、5番でいきましょう、ね、はい、行きましょう、はい、よいしょ。お、あ、素晴らしいタイミングで選んでいただきました、はい、5番のトークテーマ、はい、鈴本明と桑原由紀の可愛い一言。あら、はい、あ、来ましたね。また来てしまいましたよ。前回はね、新しい業態のお店がございました。そうですね。これは届け出がいるのかどうかが悩ましいところ。あ、ギリギリのラインでした。そうでしたね。あのガサ入れ入ったら多分ダメ、多分ちょっとダメかもしれない。あ、でも触ってはないです。触ってはないですよね。大丈夫、はい、触ってはない。あと違う、鈴本さんが、はい、そのサービス提供側でしたね、前回。あ、そうだ、いただきました。小原さんがハートをいただく、うん、ハートをあのこのソファーの裏でしっぽりといただきましたけど、もう2人きりでね。2人きりでやりました。どうしますか今回。まあ、その2人の可愛い一言なんで、あれは間違いだったんですけど、あれで可愛い一言とかはなかったそうか。でもじゃあ逆に今日ちょっとね、僭越ながらお返ししていただくことってもちろんいいですか。今回だけの、いいですか、今回だけ、はい、プランナーがいる。いらっしゃいませ、お客様。あ、はい、冷たいお絞り、オーナー、ありがとうございます。いらっしゃいませ。ウーロン茶とコーヒーございますか。あ、じゃあウーロン茶で、ありがとうございます。ちっちゃい缶でお渡しします。ありがとうございます。じゃあ、はい、オーダー、同じクラスの、同じクラスのグラビアアイドル。あー、で、来ましたね。ちょっと待ってください、うちのエースではあるんですけど、グラビアアイドルは荷が重いって。ああ弱い、弱い。どうですか。すごい。弱い。どうですか。完璧です。オーナーとして無視を持ってお出しすることができない。ああ弱い、弱いだろう。でもお客さん喜んでるから今日ごまかしきれるかもな。だってどう考えても変だもん、プランとして。同級生で、同級生で、同級生の、いやなんかこう入学時から一緒って感じですか。いや、まあそうですね。でも話すようになったのが最近って感じ。1年次ではまだ普通の一般生徒だったのが、2年次スカウトでデビューみたいな。そうです、2年次にスカウトでデビュー。そうしましょう。で、ちょっとなんかデビューして、校内でちょっとずつ有名になりかけてた時に、有名になって。ミスなんたらみたいなのでちょっとずつ名前出てみたいな。そうです、そうです。で、自分がこうちょっとたまたまこうね、その子の名前で検索して学校で見ちゃうんですよ。はい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 、はい。で、なんか、お、あ、とちよって思った瞬間に、うん、
それ私だよね。あ、見られちゃうんだ。お客様も6万8000円でございます。ちょっと複雑なプランになりますんで6万8000円でございます。安いもんですよ。先払いで先払いで先払いでクレジットアタッシュケースでゴンですよ。なんてボロい商売だ。大金持ちだこれで。ちょっとやってみたい。まさかうちのキャストがグラビアいけると思わなかった。絶対バンジーキュースと思ったのに。っていうのをやっていただきたいなって、はいはい、お任せください。あ、完璧だ。全力でやらせていただきます。あ、頼もしいです。松本さんは、ここ2年生、はい、うちのですね、エースキャストの方がですね、はい、ここ2年時にグラビアアイドルとしてデビューして、はい、それすんの見てる状態、はい、うふん、なんですか今のやつ。ちょっと相槌がうふんでした今。セクシーを体に蓄積させるためにシュッ頷きながらうふんどこから見てもうちのキャストそれに向いてないんだけどな。任せください任せくださいだ。いやでもそのギャップがいいかもしれないですね。含めてね、確かにやべえスカウトがいたんだろうな、その出版社に。恐ろしいです。ではでは、よろしければですね、お二人の可愛い一言プランになりますので、はい、何卒よろしくお願いいたします。3、2、1、キュッ。よいしょっと。その状態でください。あきちゃんだ。あ、すごい。あきちゃん何見てる。あきちゃん、あ、それって私の写真。あ、いや見てくれたの。うん、じゃあ、今度目見ろ、目見ろ、会話中。あきちゃんだけに私のグラビア送るね。大丈夫ですか。鼻の骨折れなかった。大丈夫ですか。鼻の骨折れた人間の声したぞ。エロすぎ、エロすぎ。そうえ、あの、要はオフショットみたいなやつよね。グラビアの現場とかで自分だけの。いやーダメだ。いや、そうだ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 。お客様、罰金だぞ。罰金出してでも触ろうってんだったらその根性は買おうじゃないか。店長ください。ご購入ください。私の根性をご購入ください。やばい、この距離で限界オタク見たの初めて。素晴らしい。桑原さんも素晴らしい、よく頑張ってください。ありがとうございます。しかもそのあの肩の柔軟性を試すために後ろで手組んでる人みたいな。違います。後ろで手組めるかなじゃなくて、うふんだったんだ。うふんだったんですね。いかがでしたか、当店のサービス。ありがとうございます。いや最高でした。なんかこのふんわりした感じとそのグラビアをやるなんか根性みたいな、そこのギャップが良かったです ね。しかもそのそこまで恥ずかしがらずに、応援してくれるんだったら見てほしいっていう気持ちがあるって。わかります。グラビアをやってることに悲壮感がないってこと。そうなんです。何見てんのよじゃなくて、うんうんうん、あ、じゃあ今度送るねって。うわ、なんか、いや同級生でよかった。よかったね。もうやめてくれ。ポイントカードがもう2枚目に渡ってるんだけど、もう1枚が完成して、結構押し終わっちゃった。ありがとうございます。また来ますね。次回使ってください。500円引きですね。ありがとうございます。またのお越しお待ちしております。ありがとうございました。今回のね、そのこれを、はい、これを前回を経てホビージャパンが良かったですって言ったんだもんな。しょうがない。ここじゃないでしょ。今回の方がアクセル踏んでましたよね。いやー素晴らしいものを見ました。いやですね、ありがとうございます。解説の時間が一番辛かった。私がやっていたことをそんなに掘り下げてくれる。素晴らしかった。そこまで思ってないみたいな。桑原さんの演技があってこそ、その奥行きをこちらに伝えてくれたから。私も下ろすことができました。グラビアアイドルを初めて、なんか新しい領域が開けたというか、このオーディションにも聞いてくるかもしれない。役が振られるかもしれない、これをきっかけに。セクシー、はい、峰不二子的なやつ。峰不二子といえばっていう感じで。うん、大根。大根すぎる。何かにつけて。あはん。ごめんなさい、あのセクシー、あの選んだ僕も悪いんですけど、セクシーの役なんで。コント。コント。コントになっちゃう。コント、お色気役。お色気役。あ、楽しかったね、みんなもね。さあどうする、あとはじゃあ絶対選ばなきゃいけない本を選んで終わるか。いやそうですね。もう一行くよ。いや、もうちょっとあのね、どれがとりあえず行きましょう。あ、なんかまたなんかあのあれです。カーリングみたいな動きしてるもんところ。なーなーは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 ー。動いて動いての見えてないんですけど、視聴者の方に意味あります。ずーっと超えてる。ずっとこうね。
じゃあ8ね。8だ8なんだろうな、もうあとは仕事の時間ですからね。トークテーマ8番は夢見る男子最新情報。はい、行きました。大事なお時間ですよ。大事大事、夢見る男子です。社会人はい、今までは今までは一体そう今まではサービスをとりあえず告知していきますね。はい、はい、夢見る男子なんですけれども、アニメは放映終了しましたが、たくさん告知することがありまして、そうですね、なんか僕のトーンも社会人になってきましたね。まず一つ目としまして、高越高校文化祭トークショー in 浜松がですね、開催となります。おー、また行けるんですね。10月の29日にですね、浜松市にて、トークイベントの開催が決定しまして、現在特設サイトにて観覧応募を受付中です。はい、観覧はなんと無料となってまして、すごいすごい、応募締め切りは、10月の11日水曜日となっております。いいですね。もうだから作品もワンクール終わってるからこそ、聖地巡礼ついでにお客さんも行ける。そうなんですよ、聖地がありますからね。いや、しかもね、無料っていうのがなんかこう、ね、文化祭って感じがして、確かに確かにめちゃめちゃ楽しみです。町おこし感もあるし、ぜひぜひ皆さんいらしてください、うん、でそのイベントに、宮瀬直也君、うん、そして私鈴本明穂と、アニメの監督である小賀和臣監督の3人で浜松にお邪魔しますので、ぜひ一緒に盛り上がりましょう。宮瀬さんにその、はい、ラジオの方で、はいはい、キモいとか変態みたいなことをどの口で言ってんだよ。いやいやこの1時間でいやいやの、いつもはそうなの。どっちかっていうとツッコミやってるんですよ、ラジオ。あれ、そうなの、ツッコミです。見たい。しかも全然ツッコミですよ、ね、そう、全然ツッコミ。宮瀬さんが割となんかそのちょっとそのなんていうか、その割とそのまあ女の子いっぱいアニメ出てくるアニメだからこそのちょっとフェリシズムとか自分の萌えとかを話すと全然理解を示してくれない。はい、あれまた違った、違った秋ちゃんが見られる。何言ってんのってスタンスですよね。そうですね、マジでその同一人物なのか。いやいやいや、なんかどうしてもなんか頭の奥で宮瀬くんの癖となんか合致したくなくって、拒否反応がまさかの。わかるって言いたくないんだ。そうなんです、なんかいや、わかる瞬間もそんなにないので。そっか、そっか。いや、すごいんですよ、なんか、もう参考に夢見るラジオの第1回をちょっと皆様聞いていただきたいんですけれども、リスナーからもいっぱい来るしな、うん、はい、なんと告白コーナーでちょっと、まあ、言ってしまえば、いろんなことを言いながら、愛花に告白するコーナーがあって、でそこでこう宮瀬くんがじゃあ1回目だからお便り募集もしてなくって、じゃあお手本でってなった時に、愛花って俺の口内細菌と愛花の口内細菌を交換しないか、うわ付き合ってくれ、うわあ、よかったよかったうわっていう感じの方なので。そうか、うん、いい化学反応が生まれそうですけどね、あきちゃん、そう離れてないじゃん。なんかそのあれですね、別軸のファイティングスタイル。そう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 、確かに確かに、それぞれがそれぞれの天才みたいな。パワータイプ、テクニックタイプ。そう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 、そのね、一歩と宮田君の感じそれぞれそう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 、ね、じゃあ戦わないわ。確かに何十年経っても戦わないわ。そうそう、タイ行っちゃうから宮田君。ごめんごめんごめん、告示中でした。そういうところなんですけれども、今なんとコメントにあの、監督がいらっしゃってますね。え、待って、監督ずっと見られてましたよ。ずっと見られてましたね。これちょっとあの、大丈夫、大丈夫、帰るの、帰るの、ここで帰るのが一番まずい。あれここから巻き返しの時間だから、ちゃんと告知をするっていう。そしてトークイベント開催のトークイベント、週末28日土曜日からアニメのモデル地となった浜松市内3カ所に私が演じる夏川愛花によるガイドボイスが聞ける QR コードが設置されます。イベントにご参加いただく方はもちろんですが、開業おいおい、浜松に訪れた際にはぜひチェックしてみてください。 ご参加いただく方はもちろんですが、確かに開業のタイミングが変だけど、わかるじゃん、そう言って事前にここ開業次の段まで続けて読むよみたいな書くじゃん。ちょっと監督いるから急になしっかりしないとイベントあ、でもそうなんです、ガイドボイスが、はいはいはい、あの愛花ちゃんがね、浜松市内案内してくれるボイスが、うん、なんと、はい、実際に回りながら愛花ちゃんの声を聞きながら楽しめる、はいはい、しかもイベントの前日からなので、うん、こうね、遠くからいらっしゃる方で、例えば前日から、ね、はいはい、浜松楽しむよって方とかも、うん、ぜひ聞いていただけると、一回晩飯挟んだ方が絶対うまいもん食えるしな。いや絶対そうなんです。ぜひうなぎ食った方がいいよ。餃子も観光して食べてください。3食食ってくださいね。そうですね、はい、まだあの応募できますんでね、うん、ぜひ、応募いただければと思います、はい、というところで、1番でした、はい、はい、続きましてですね、
こちら、うん、夢見るダンス最新情報としまして、ポップアップショップが開催されます。やったー、いいですね、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいやつ。こちらなんですけど、浜松と東京の2カ所でポップアップショップの作品展も開催されます。はい、浜松会場は明日の10月4日より、電鉄百貨店内のハンズ浜松店にて、東京会場は11月3日より新宿丸井面にて開催となっております。はい。はい、そして今回のために書き下ろされた、チアリーダーイラスト、ね、もっと平板で読んでもらっていいですか。感情がこもりすぎてるチアリーダーであるチアリーダーイラストのチアリーダーって発すること自体がもうなんか興奮を誘ってしまっているの、まあ、ちょっと見ればわかります。なるほどね、見ればちなみに今監督からまたコメントが入りまして、はい、ちょっとイベント大丈夫かのご心配大丈夫か、いやいやいや、ちゃんと突っ込むので現地行ったら突っ込みなんで、ジュミエズさんに対して、はい、どういうことなの。宮瀬くんがいればちゃんと突っ込みに回れる。あ、そうか、こう支えてくれる人がいるからやっぱ、はい、そうですそうです、やってしまうと、はい、パネルが来ます、パネルが、はい、チアリーダーが来ますよ、ババーン、はい、出たー、いやー、こちらね、かわいい、はい、めちゃくちゃ可愛いんですけれども、まあ、このイラストのグッズが販売されるほか、うんうん、そして作品展では、設定資料やアフレコ台本、キャストの直筆サインなどを展示させていただきます、はい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 、ということで本作の魅力を詰め込んだイベントとなっております。スモさん、こちらのですね、チアリーダー衣装のですね、まあ、推しポイントなんか教わってもよろしいでしょうか。何の音です、降りてきたそうですね、うん、やっぱやっぱこう応援してくれそうな何か所かこれ言ったら私衣装の話じゃないな、へそが思い浮かんで、はい、消した、いや、けいちゃんのこれ、これ分かります、はい、どういうこと、このあ、クロスしてる感じのやつ、ちさんちゃん喋って俺の解釈にも限界はある、喋って、あ、まあ、これ以上はちょっと電波では、あ、電波にはそのポップアップの書き下ろしだからこれもうあるわけ、このように、そうですね、実際に私もこの、 あのイラストの愛香ちゃんの、うん、なんていう色紙にサインさせていただいたりもして、はいはいはい、その言っちゃいけない言葉で形容されるわけないんだよ、この要素は世に出てるんだから。いやでもなんかこう学生時代を思い返した時にダンス部の子が結構こういう格好をして、なんて言うんでしょう、試合の応援とか行ってて、なんかそういう意味でもこう学生っぽいなっていうのは感じたりするので、青春の感じがしますよね、はい、ちょっとあの時お近づきになれなかったっていうのがなんかこんな近くに感じられることになってすごい嬉しいです。せっかく俺が青春を感じますよねっていう一番綺麗なロイター版を用意したあの頃お近づきになれなかった出てきちゃったな近づきたいじゃないですか、近づきたいよな、きっとな、はい、いやー、めっちゃ可愛い。しかも結構なんか色違いなだけじゃなくて、よく見ると結構みんなデザインが違うので、衣装のなんか、そうなんですね、細かいところまで、うん、本当だ、一人一人ちょっとずつ違うもんね、うん、この靴下の違う感じとかも、靴の子もいればがっつり、そうヒール履いてる子もいるし、ロングブーツ、あ、すいません何がやまった、でも私は全体を通してやっぱケイちゃんのこの着こなしが好きですね。終わりました、ありがとうございます。いいですね、感情型であることがはい、ぜひぜひ見に行ってみてください。お願いします、はい、こちらですね、トークイベントが開催ですよ、あ、大丈夫ですか、広いんですよ、はい、お世話になってます、こちらですね、トークイベントが開催される10月の28日、はい、29日の2日間にポップアップショップ浜松会場をご利用いただくと、貴重な限定アイテムをもらえる企画も予定しております、はい、それぞれですね、詳細の方はアニメ公式サイトをご確認ください、はい、はい、ということでポップアップショップのご紹介でした、うん、いいですね、こちら合わせてお楽しみいただきたい、うん、はい、さらにですね、続いてお願いします、うん、はい、Qランプさんとコラボということでですね、大阪のアニメカフェ&バー Q ランプではですね、現在本作のコラボカフェが、好評開催中となっております。いいですね、ヒロインたちをイメージしたドリンクや限定グッズの詳細は、Q ランプの公式 X をご確認くださいということになってますね、うんX、はい、で、こちらがですね、
商店の、演者が口々にただ X って言った、そうだそうだ、こちらですね、X だとなってます。そうでしょう、見えました。イメージドリンクとかね、たくさん、グッズもありますね。シャキニャー、お、見えますね。キャラクターのイメージカラーに寄せたドリンクとか、はい、アニメの中に出てきたパフェとかもあるんです。はいはいはい、あ、なるほど、食べてましたね、パフェ。色とりどりで、はい、かわいい、美味しそうなんてプレーンな感想だな。美味しそう。なんかそうですね、俺大事なこと忘れてたわ。美味しそうって言うの大事だわ。それはすごく大事。これ振り回したことを言おうとしちゃってた今。うん、めっちゃ美味しそうじゃないですか、マンゴーパフェ。食べたい、行きたいな。かわいいですね。うん、そしてですね、はい、こちら、じゃあ私ありがとうございます。こちらと、はい、はい、これでしょ。これですね。これがええやろ。何これが、これがええやろ。おいしいやろ。誰が出てきた紹介からいきましょう、紹介から、はい、今のところディスとしか表現されてない。こちらがあれですね、あのメニュー頼むと、うん、あのパフェを頼むとついてくる、うん、このね、ランチョンマットとドリンクについてくるコースターになってますね。かわいい、かわいい。こちらも、あ、じゃあ、はい、こちらもね、書き下ろしとなってて、めちゃくちゃ可愛いですね。みんなこれのためにいっぱい飲み物飲むんだ。そうなんです。そうだそうだ。お腹チャプチャプにして帰りなさい。はい、ぜひぜひ。可愛いのにって、しかも結構しっかり熱いです。持ち帰って飾るもよしって感じの、しっかりしたデザインでございます。コースターにしてはめちゃくちゃしっかり、結構な厚みがありますね、ちゃんと。嬉しいやつ、うん、厚みが伝わるかな、これは集めたいな。コースターの厚みを伝える。あ、コメントでも、ね、もうQランプさんも行きましたって方もいらっしゃいますし、ありがたいですね。ありがとうございます。推しドリンクを飲んでいただいてね。ですね、そうですね、いいですね。ドリンクも映えそうです。メーカーはヨーグルトメロンですね。ヨーグルトメロン、おいしい。ハートのが可愛い。おいしい、おいしい、おいしい、おいしい。ヨーグルトとメロンなんてすごい、絶対おいしいでしょ。おいしい、おいしい。想像を口の中に蘇らせることができる。すごいですね、もう飲む。その能力欲しい。ちなみにそのリンちゃんが、ザクロですね。はい、ザクロ、ザクロ想像できなかった。あ、どうですか、ザクロ。酸っぱい、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 酸っぱい。で、風花はローズですけれどもね。セクシー、セクシー。口の中に味を見合わせてほしいんだけど、セクシー、セクシーって言って。セクシーな、セクシーなイメージあるもんな、ローズ。確かに、バラといえば。飲んでくれみんな。全部いきますか。やばい、みんな飲んでくれたらわかるから。全員飲んでくれたらめちゃくちゃ面白いけど、めちゃくちゃ面白いですけど、過酷だから後半になればなるほど面白いと思うけど。ブルーキュラソーアーモンドなんて何言ったらいいか一つも想像できないもんな。アーモンド、アーモンド、アーモンド、アーモンド。おしゃれすぎる。キュラソーはわかんねえもん、想像できないもん。これ絶対飲みに行くしかない。味をタクシカメにぜひぜひ皆さんよろしく。はい、コラボカフェの、ね、ご紹介でした。じゃあパケット回収しちゃいますね。ありがとうございます。めっちゃもろもろ、ありがとうございます。本当だ、コースター熱い。コースターの熱いだよ、絶対に。はい、ありがとうございます。あ、けどコメントでもね、あの最初の方以外もあの来月行きますとか、はい、パフェ美味しかったですみたいなコメントがあるので、行かれてる方いらっしゃいますね。ありがたいですね。味どうでした？どうでした？皆様もね、2回言ってつぶやいて。そうですね、おいしい、おいしいってことでね。酸っぱい、酸っぱい。はい、そして続きまして告知ですね、はい、こちら、遠州鉄道コラボということでですね、静岡県浜松市で、電車バス事業を運営している、遠州鉄道さんとのコラボも実施中です。はい、こちらパネルです。はい、これ絶対行った方がいい。遠鉄電車やバスの車内で、渡る愛花慶の、オリジナルアナウンスが聞けるのは10月末までとなっておりますので、遠州鉄道のサイト内の特設ページをご確認の上、ぜひ現地でお楽しみくださいということですね。はい、これぜひぜひ。オリジナルアナウンスってどういうこと言ったんですか？この切符のその宣伝だったりとか、ちょっと誰かさんに向けた愛花ちゃんの言葉だったりとか、なるほど、はい、いいですね、そういうものが聞けたりするので、ぜひぜひ。ここでしか聞けないボイスがある、はい、ね、あるので、ぜひぜひ。僕も聞いたことないですね、そういえば。おお、多分行くしかないな。行くしかない、行くしかないかもしれない。そう、渡る愛花慶の3人のが流れているので、ぜひぜひ皆さん聞いてみてください。はい、ですね、めちゃくちゃいろんなコラボあって、ね、そうなんですよ、すごいいろんな。制作委員会が非常に精力的にいろいろやっていただきまして、素敵なことです。我々としても本当に、ね、ありがたいと言いますか、地元の方
方にも愛されていくといいですね。どうですね。そうですね。伝われ伝われ伝われ、うん、ということでご紹介でした、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして最後にですね、ちょっと皆さん気になってるんじゃないですかね。はい、はい、お願いします。はい、ネンドロイド夏川愛花のご紹介になってます。はい、これがもう伏線としてね。そうなんですよ、はい、こちらですね、グッドスマイルカンパニーから発売されますデフォルメフィギュア、ネンドロイド夏川愛花がですね、現在予約受付中となっております。こっちのカメラに、あ、そっちの向けた。そうですね、こちらが現物です。わーって、わー盛り上がってて、超かわいい。スモさん、スモさん盛り上げてあげて一緒に。え、いいんですか。あ、じゃあ、なんか、あ、気持ち悪いほんにゃり、ほんにゃり、ブルセルクの食みたいな確かに手がいっぱい、うわーって新刊が出てもらった、盛り上がってるブルセルク盛り上げたかっただけなのに、指がいっぱいって気持ち悪かったですね。確かに怖かったかも。はいはい、これがアイカのネンドロイドでございます。はい、はい、予約受付中となっています。そうそうそう、こちらだから手に取ってお楽しみいただくこともできるわけでしょ。そうなんですよ。そうですね、でそのこのアイカちゃんのゆっくり指でなぞって、ああ、いい質感、いいみんなにも早く触ってほしい。いい絵面です。どっち、そのどうしたんですか。様子が悪いですよ。感情大丈夫かなあの質感がいいなって桑原さんは解釈したんだけど、桑原さん試しにその一筋こっちに。あ、いいんですか。ああ、そこの こっちにあー、すごい、あなったことない気持ちになっています。いいす、ね、初めての領域に。いやありがとうございます。来るんじゃなかった本当はいやいやいや、そんなっていうリアクションだと全部受け止めちゃうから。お気遣いしていただいたのか。サービスを追加してしまったんだ。これこれこっちの自分に。そうそうそう、触るんだ。触っていいんですよ。いやちょっと大切なものだとお聞きして手が震えております。そうそうそう。でも髪の毛とかすごいグラデーションが綺麗になってて、すごい可愛いんですよ。アニメで見たまんま。はい、よしよし、よしよし、丁寧に持ちます。うんうんうん、これが皆様のお手元についに届くわけですから、ね。届くわけですから。あ、可愛い。はい、はい、そしてこの愛花ちゃんの交換用表情パーツには、はい、微笑んだ口元がキュートなすまし顔の他に、ぷくっとした方がポイントの怒り顔、困り眉が愛らしい照れ顔の3種類を用意、愛花の可愛さをギュギュッと詰め込んでいただきましたので、ぜひお手元にお迎えください。はい、実際に表情差分がパネルで出てでございます。皆さんご覧ください。あ、ぷくが、いやー、かわいい。表情セレクション。こちらセレクション、かわいい。腕組みしてるんですね。腕組み、ね、確かにこのイメージあるわ。アイカですね、アイカちゃんといえば、うんうん、そしてエントリーナンバー2。エントリーコンテスト行われてんの。戸惑い顔ね。そうですね、あのカバンも持ってますね。ですね、カバンが、あ、持ってるものも違うね。さっきは腕組みだったけど、ね、確かに手も組んでたり、スクールバッグを持ってる状態ですね、うんうんうん、そしてエントリーナンバー3。戻ることある。かわいい。持ってる。笑ってますよ。かわいい。いや、あなたはどの愛花が好き、ね？エントリーナンバー3まで発表しました。ミス愛花コンテスト、ね、行われております、ね。決めきれないよ。クリス・ズモスさんが手に取った。ゆっくり。大丈夫ですか？手が震えます。対面。ね、自分が演じるキャラクターのネンドロイドフィギュアですよ。めちゃくちゃ可愛いですよ。めちゃめちゃ可愛いです。すごい。だって、ほら。ほら見てください、うん、かわいい語彙力が急になんかしかもめちゃくちゃディティールまでこだわれてますよね。ですね、編み込みだとか、うんうんうん、制服の感じとか、うん、お目目の感じもだし、うんうんうん、いいですね。ニットのなんて言うんでしょう、裾のこの、うんうん、なんて言えばいいんだ、編み込みじゃないですけど、はいはい、あのモコモコの、うん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 、縫い目、編み目っていうのかな。なんかこの制服の下にカーディガン着る感じ、青春の感じするよ。いやしますよね。見事しないファッションだもんね。いやぜひぜひこちらよろしくお願いいたします。あ、着てた着てました。着てた着てた着崩し側着崩してましたか、お二人。私はもう怒られちゃうので。でも自慢していいですか。あの規定でスカートの長さが、まだ俺自慢していいですよって言ってない。自慢しますね。はい、どうぞ。規定でスカートの長さが膝下って決まってるんですよ、ね。はい、で私足が長すぎてすごいゆっくり丈が短くなっちゃって、フルで伸ばしても、はい、伸ばしても足りなくって、うん、
私だけイレギュラーのスカートを履いてたんです。それであの長いやつを支給されたってことですか？そうです。もう特注でバカ長いスカート。バカ長い、伝説の。そうなんです。制服を手に入れたわけだ。で3年時に1年生に足長い後輩入ってきたらそれあげるんですよ、最初伝統で。あげたい、下がり。あげたい。いやでもそんな間柄はなかったので、うん、その話してる最中ゆっくり愛花を握ってる状態で私の味方なので、柔らかに握ってる状態、はい、いいですね。じゃん、着崩し着こなしはどんな感じでしたか、ちょっと詳しく。詳しく舞台をくれって、うん、でも割とこのきっちり着るタイプでしたね、うんうん、こう前ボタンとかも全部止めるみたいな感じで。ブレザーと、はい、セーラーどっちでしたか？あ、ブレザー。ブレザーですか、着させていただいております、うん、あ、いいですね。ね、ネクタイとリボン。あ、リボンでした。リボン、はい、どんどん輪郭がすごいすごい、制服の輪郭が解釈、写真ができる。解釈一致です。あ、解釈一致か、なるほど。あ、ちゃんと聞けばよかった。確かに。もう一回嬉しい。復唱してもらってもいい？あ、ブレザーでボタンは上まで止めてリボンがついていました。解釈一致だ。解釈一致ですね。桑原さんだな。解釈ってあるんだ。桑原さんは桑原さん的な人生を歩んでいます。お、本当ですか。皆さんの理想の桑原になれて嬉しい。なんかその超乱特服みたいなやつが登場してるめっちゃ空いてるとかでもなく、そうそうそう公式です。公式でそんなちょいと着崩したね、アイカちゃん制服もお楽しみいただけましたら幸いでございます。お願いします。はい、そんな感じですかね。そうですね。じゃあ告知は以上ということでございます。はい、盛りだくさんでしたね。回収しちゃいます、ね、1回、ね、あ、大事に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 、ありがとうございます。ます、ね、失礼いたします。私がですね、アイカの、おでこをテーブルに強く打ちつけてしまった。ハワワですね。ハワワしちゃいましたからね。泣きながらハワワしてしまったんです。鈴本さんがいいですよって言って、その励ましてくれたからドジッコ属性、ドジッコやっていきましょうっていう、いい属性です。ドジッコって、はい、女子中学生だから許されるのかって。いや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 、37のドジッコは病名がつくよ多分。ギャップ、ギャップ。いやいや、ギャップですよ。ギャップかな、うん、そこもまたなんかこうね、あ、年上なのになんか俺がいなきゃダメなんだなって。俺になる。あれちょっと待って、登場人物の視点がちょっと、登場人物後輩のバディいたな、なんかな、その、え、めっちゃいいですね。めっちゃいいかい。いや、なんかいいですよね、それは。バディめっちゃ、後輩バディで一緒に組んで。逆に俺そのおじさんの意見がないタイプだから、後輩がしっかり者みたいな方がいい。そう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 、ああいいですね、そのペア。存在しねえんだけど、そいつ。背中合わせで、背中合わせで、銃持って背中合わせで、先輩は本当にもう先輩今日は閉じちゃダメですよ。俺がバンないと。俺は正義感だけで飛び込んでいっちゃう。先輩、あれっすよね、私なんか、あ、先輩ってここも誰だ。先輩、なんだよ。ジタバタしてください。あ、俺がアニメになっていく。そうですね、私なんか推理力だけあるタイプであってほしいですよね。あ、実はね、そうそうそう、いいですね。体は動かせないんだけど、そう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 、実はすぐ気づいちゃう。大事な時に犯人は追い詰めるけど倒せないみたいな。いやー、めちゃめちゃいい。そこで後輩のやつが冷静で肉体派でもあるからこっち見てくれて、後ろで敵の首トンってやって、先輩何やってるんすか。倒れた犯人俺が蹴飛ばして、だから言っただろってそれだ、それでやっていこう。すごいスピードで駆けそう。ちょっと見つけとくわ、相手ぜひ。さあ、僕の設定も固まってきたところで、はい、エンディングいきましょうかね。終わりにしましょうか。エンディングに参りましょう。はい、エンディングに参りましょうって言ってエンディングテーマがかかるらしいんですよ、この番組。知ら、一回もちゃんと分かってなかった。桑原ゆうき、青木ゆうまのおしゃべりな本棚アットライブ、終わりの時間になりました。しっとりしたエンディング突然終わりの時間になりました。別撮りなのかなエンディングだけ先に撮ってあるから、こっから収録、ここから、ホビージャパンのお知らせです。はい、HJ ノベルス原作、コミカライズもコミックファイヤーで連載中の新米おっさん冒険者、最強パーティーに死ぬほど鍛えられて無敵になるが、2024年テレビアニメ化決定。来ましたね。まだまだ HJ このおしゃべりで盛り上げていきたい。そうなんですよ、止まらない。来年ね、アニメということで、本当楽しみですね。前も紹介しましたけど、新米おっさん冒険者と名乗るこの主人公は32歳とかになりました。それ毎回言いますよね。5、6個下だぜもう僕よりも年下ですからね。現実現実。もう
もだから俺とかには異世界に転生するチャンスはないんです、その要は足切りされてんのあいや青木さん世界主人公的あれもありますよ、あの英雄王みたいなその老衰パターン、なるほど、そう行ってか行ってからそ その記憶を持った状態でゼロからスタート、現世で MC として覇者になった俺が最後にみんなから認められながらなんかその MC 以外もやってみたかったな、あやってみたかったな、そうもうありですし、そのなんか異世界転生して5歳とかなのにめっちゃ MC 回して、なるほど、ね、異世界 MC ね、あのファンタジー世界で異世界 MC すごいんだよ、ね、いいかもしれない、魔術師同士のバトルとか回してる、そうそうそう、その上手に自分の気持ちを表現できない女勇者とかの気持ちを俺が上手に引き出したけど、いやめちゃめちゃ主人公的だよ、間違いない、主人公司会のアニメないんだよ、いやいやいや新しい、アニメ化決定しております、この番組でも何度か取り上げておりますね、アニメ公式ホームページや小説、はい、コミックの情報は概要欄からご確認ください、はい、そして新刊告知 PV が毎月発売日にこちらのチャンネルで公開されています、現在は9月29日発売の HJ 文庫の新刊動画がアップされていますよ、君と飲むお酒が一番楽しい、やーばー、やーばー、あと対してあなたにこのパーティーから外れてもらいたいなと追放系、あそのなんか追放ものとラブコメ的なの並んでるからちょっとなんかギャップが、そうですギャップがすごい、ギャップがあるんですけど、まあ、そのそれぞれ出てますんでね、取り揃えておりますよ、はい、取り揃えているのが HJ 文庫でも、そうです、幅広いですからね、はい、ぜひ新刊をチェックしてみてください、はい、そして現在公式ポータルサイト、ファイアクロスでは HJ 文庫ノベルス、ね、92冊一挙無料公開キャンペーンを実施中、すごい、サイトがオープン2周年なんですって、そうなんですよ、ということで気になっている作品をこの機会に読んでみるのはいかがでしょうか、いやぜひぜひお願いします、これ夢見る男子も入ってるってことですか、そうなんですよ、夢見る男子も、3巻まで公開中となってますので、ぜひ読んでいただければと思います、あぜひぜひお願いします、神たちとかも入ってる、神たちも精霊幻想記もありますね、わお、盛りだくさん、はい、ぜひぜひお願いします、はい、お願いいたします、あキャンペーンでは夢見る男子は現実主義者も3巻まで公開中です、詳細は概要欄よりご確認ください、はい、うん、そして今月ピックアップしました夢見る男子は現実主義者は原作小説は HJ 文庫で8巻まで発売中、うん、テレビアニメは、アベマで見放題独占配信中となっております、はい、第4話までを収録したブルーレイ第1巻は11月22日に発売いたしますよ、うん、はい、いい夫婦の日です、本当だ、はいかワンワンニャンニャンの日ですね、ワンワン、いや、いい夫婦の日です、うん、で、そのです、ね、です私、鈴本明穂と佐城渡役の宮瀬直役、そして足田圭役の花森由美里さんの3人でのオーディオコメンタリーも収録されますので、うん、ぜひぜひお手に取ってくださいね、これ大コメって、はい、その現場の話とかするんですか、それともなんかもうくっつけもっといけみたいな、私のイメージ的には、うんうん、なんか押せーさせーみたいな感じで応援上映だ、はい、くっつけーってたんですけど、まあもう実際収録は終えてまして、はいはい、なんか役者論について真面目にそういう感じなんですね、それはそれでいい、台本の読み方とかもそういうものを、深い、あの花森さんがやっぱ芸歴が長いのと、まあ、私と宮瀬くんが同じぐらいのちょっとね、なんかこう芸歴なので、うん、まあ、そこのお話もしつつ、結構役者についてめっちゃいいっすね、めちゃくちゃ勉強になる回でした、うんうん、はい、おせーのつもりでいたらちゃんと花森さんの役者の、はい、素敵、すごい素敵な時間でしたので、ぜひぜひ皆さんもなかなか聞く機会のないお話かなって思うので、ぜひ聞いてみてください、よろしくお願いします、お願いします、そしてこちら10月29日日曜日、うん、浜松市にて夢見る男子のトークイベントを開催いたします、うん、観覧は無料で、応募の締め切りは10月11日水曜日となっております、はい、あ、そうか、無料だけど事前に応募がいるってこと、そうなんです、忘れずに、はい、詳細はテレビアニメ公式ホームページをご覧ください、はいはい、そして今回なんと、うん、夢見る男子は現実主義者よりプレゼントがなんとあるということで、しょうがないですね、まあ、そか、鈴本さんのほとんどマネーでアマゾンギフトカードが、まあまあ、皆さん落ちてやめてください、だってそんなに私がの感じがする、そんな、もう違います、違う、もう違います、もう忘れてください私がやった、しょうがないなを忘れてください、しょうがないなを忘れてください
はい、あのね、もう制作サイドさんからのあれなんですけど、あれなんですけど、制作サイドさんからのあれなんですけど、制作サイドさんからのプレゼントなんですけれども、心遣いでね、はい、アニメ最終話のアフレコ台本に、私鈴本明穂がサインを、サインと、まあ、一言コメントを書かせていただきまして、そちらを、3名様にプレゼントさせていただきます。めっちゃいいじゃないですか。台本なんてそもそも手元に届くこと少ないし、いやですね、しかもよりによって最終話なので、うん、ちょっとこうね、手つなぐつながないみたいな、あの間はどういう風に、確かに確かに、実は台本で描写されているかっていうのは、あと結構なんていうんだろう、風景での花火が上がったりとか、うん、はいはい、こうちょっと2人が歩いてる川沿いみたいな、なんかそういうね、景色っぽい描写も多かったので、そういう部分が台本だとどういう風に落とし込まれているかも、ぜひぜひ、ね、なかなか見れないものだと思うので、ぜひぜひ見てみてください。はい、こちら応募なんですけれども、HJ 文庫の、公式の X のアカウントをフォローいただいて、リポストしてくださいということになってますね。口が言い慣れないね。言い慣れないですね。リポスト言い慣れないですよね。フォロリツって言っちゃいそうだもん。フォロリツですよね。フォロリポ、フォロリポしてください。我々やっぱフォロリツで10年ぐらい生きてきましたもんね。わかります、ファボとかでしたもんね。ファボなー、ファボね、ファボリツ、ファボリツとかライブサービスあったもんな、ありました、ありましたね。昔自分に送られてきたファボが公式で分かんなかったから、そう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 、別サイトで、初期の頃ですよ、だいぶね、そうそうそう、そうなんですね。そうですよ、2010年ぐらいの話してっけど、わー、進化してるんだな。進化してますね。変わりけりです。X になってしまいました。X です、はい、ね、そんなね、X でたくさんのご応募お待ちしております。お願いします。お願いします。最新情報は概要欄とそれぞれの公式ホームページ&X でチェックしてくださいね。どうしました、そんなに意向しないから。つって言わないように。あ、つ。X 嫌なんですか。嫌ではないです。お、寂しいだけ。寂しい。あ、鳥ちゃん、鳥ちゃん戻っておいで。あ、肩くらいでかくありますけど、肩上のポーズでしたけど、戻っておいで。確かに、こうです、ね、こうだと思ったら、そうか、こうしたから鷹上がここに結構デカめだったんです。バサのやつつけてやります。鷹だったのあれ、鷹だったんですね、知らなかったやん。言うほどツイッターに貴族意識がないから、そこまで変わってもショックで、あ、すごい大人だ。大人になってから始まったサービスなんで、そっか、ハテナダイアリーとかが変わったり終わったりするときに胸がざわついた。ハテナダイアリー懐かしいですね。ハテナダイアリー懐かしいな、懐かしい、ブログ書いてたんだよ、ハテナダイアリーで、戻ってきたぞ、あの時代に。確かに、あれあれ、やっぱあのハテナダイアリーライブドアブログミクシー世代です。ああ、そっか。あれ、鈴本さんって、はい、その何世代ですか、そのそういう SNS 系で言うと。あ、SNS 系で言うと、でも私が SNS っていう SNS やってなかったので、初めてやったのは高校生の時のツイッターって感じでした。うん、そうなんだ。でも誕生したのはもっと前だった気がするので。確かに。はい、え、だからいわゆる一つの、モバゲーとかグリーとか。モバゲー！刺さんのかい！刺さんのかい！その話を自分からする流れかなと思ったんですけど。SNS としては捉えてないんだ。そうかそうか。ゲームサイトとして。ゲームサイトでした、私にとっては。何やってました？あの、お風呂に入浴剤入れる。あの作品名はあの伏せさせていただきますけど、あの、ね、古代のローマにとお風呂の結びつきがそんなゲームあるの。なんかいわゆる放置ゲーというか、入浴剤を入れるだけ入れて、ちょっと ね、お風呂が出来上がるのを待って。流行ったよな、なんか放置するやつ、なんかあのなめこ育てるやつとか。ありましたよね。モバゲー言っていいなら これもありなのかな。ヤフーキッズ。ヤフーキッズ世代。ヤフーキッズ世代です。懐かしい。ホームランダービー。はい、ホームランダービー。なるほどですね。とか、あのポガーデンとか。はい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 、はい、あとはマジックするとか。確かに、その絶妙に全部判件が強いな。確かに。今言おうとしたんですけど、全部もう有数、世界有数の激強なんです。そうなんです、そうなんです。偉いな、ちゃんと隠して言えるの。いや、もっと言ってください。偉いぞ、偉いぞ。権利意識。権利意識。ライツ意識があるぞ、ライツ意識。いや、評価されてるとこそれでいいの。権利意識がちゃんとしてる。権利意識がちゃんとしてます。さあ、そしてですね、はい、この番組はアーカイブに加えて、なんと公式の記録動画やショート動画もこのチャンネル内でアップしておりますよ。
こちらも要チェック。そして今日の一体何がショート動画になるのか、どこが切り抜かれるんでしょうね。今日はどうなんでしょうね。いろいろありましたけどね。でもやっぱ、はい、可愛い一言になっちゃうのかな。可愛い一言も毎回も鉄板、鉄板ありがとうございます。短い尺で見たいもんな、自分でな。今欲しい。手軽に見返したい。すごかったな、やっぱな。でもあれな、いや、すごかったですよね。いや、我ながら俺の原作俺じゃん、あれ。確かに、まあ、確かに事実ですしね、うん、でも原作から本当手の離れた映像化作品だったからさ。あ、だって2回見かけただけなんだよ、グラビアアイドル。いやマジでその実写化で話題みたいな。すごい盛られて、全然別だった。まあ、それもまた実写化の良さ、良さ、良さという良さ、興奮しちゃって、良さだと良し悪しがまとまったことになって足の話にもなっちゃう。良さですから。ということでございましてですね、はい、みんなの感想を軽く見る時間設けるか。じゃあ2人で感想を見ていいですよね、チャットとか。あ、なんて言われてるんだ。みんなの懐かしい SNS の話をしばらくしてました。そらグラビアやろ、はい、最新はそうっすよね。やっぱなんかミクシーが強いみたいですね、懐かしい。今日もだからショートで切り取ってほしいところとか書いておいてもらえれば、2人も振り返りやすくていいんじゃないでしょうか。あー、確かに、うん、前回ね、上手に振り返りができなかった記憶があります。ミクシーかな。アメブロ、アメブロ、アメブロね、アメーバピグね。アメーバピグね、アメーバピグ、うん、アバターにおしゃれな服を着せるために頑張っていた。違う違う、感想見ろっつってんだ。新しい思い出を発掘するんじゃなくて、ついつい今日何が盛り上がったねっていうのをする時間。でも最新の方行くとグラビアしかもう、やっぱそうなんだ。みんなグラビアが好きなんです。違う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 。やっぱみんなグラビアは好きだけど。あ、好きですよね。違う違う。みんなグラビアというものはきっと好きだけど。最後にじゃあどんなグラビアが好きかで締めます。ほほう。ちょっとどんなって考えたことある？でも。あんま、え、いや、え、高校生の時とかはあるでしょ。いや、ちょっとでもどんなだ、どんなだ。え、私はどうぞどうぞ、わけないゲストなんだ。自分から話を決めた。私は畳の上の水着が好きで。なんでそんなそのわびさびの精神みたいに言ってなんか茶の湯の精神があるんだ、グラビアにも。だからね、あのお着物をちょっとずつ脱いでいくのが好きです、うん、え、すごい、なにその、うん、しっとりしたやつ読んでんね。あ、本当ですか。意外とこんなもんですよ。おじさんが読むやつじゃん。え、いやいやいや、おじさんが読む週刊誌の後半のページに載ってるやつ。そう俺子供の頃分かんなかったんだ、あの要は、嘘、しっとり系のやつ。子供だから、要はハンバーガー食いたいわけさ。はいはいはい、そもさんが言ってるグラビアってなんか言い方難しいけど、なんかそのしば漬けとかしっとりしたグラビアの魅力。だからその父親の部屋から出てきた、いわゆる写真週刊誌、普通のどっちかというとニュースとか政治とか載ってるやつの終盤に、そういわゆる畳プラスその霧吹きで濡らされた女性みたいな。はい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 じゃねえ、分かるな、俺の思い出を。で載ってて小学生自分だったから分かんなかった、これが良さが分かんなかった。でも結構私、早熟でいらっしゃるの？そのアイドルが好きなんですけど、うん、そのアイドルがなんか載ってるよみたいな雑誌、うん、なんて言うんでしょう、うん、その女の子のグラビア誌、週刊誌とかじゃなくて月刊だったり2ヶ月に1回出るような。いいよ観光ペースとかこういう媒体があるんですよっていうのをちゃんと伝えてくれる、はい、雑誌を読むんですけど、はい、まあ、そこに、まあ、私の推しとかは割となんて言うんでしょう、白 T になんかグレーの半パンみたいな、そういうので出てるんですけど、なんかあれプール掃除みたいな。あ、そうですそうです、はい、なんかめくっていくとそういうページがあって、うんうん、あ、後半にしっとりも兼ねてくれているってことね。そうなんですよ、畳だったりとか、はい、畳、あとちょっとあの砂浜でちょっと、うん、あのね、いいとこに砂がついてたりとか。砂浜、はい、福原さんにいいとこがどこなのかちゃんと教えてあげて、分かってないと思う。なんか例えばなんか こことかここいいとこなんですか。ここいいのか、みんなここがいいのか。初めて知った概念でした、ね、デコルテ。ここデコルテね。多分一回こううつ伏せで撮影した時についたんだろうな。デコ砂がね。デコ砂。デコ砂がね。デコ砂が良かったりとか。それがいいのか。あとはまあシンプルにスポーティーな水着が好きです。エンディングだって分かってる。君が始めた戦いだけど、すごいコメンテーターみたいに最後にね、グラビアの好きな僕の写真の話して終わりましょうかって急に言ったね、最近。いや、なのでぜひお願いします。代表どうですか。終わります。終わります。あ、終わります。聞きたかった。終わりますか。ちなみに僕はあのさっきの、はい、あるんかい。そうか、その砂ついてるやつを言おうと思ってました。うん、
れあの結構鉄板っていうかよく、よく見ますよね。いい流れだと思います。砂がいいです。ちゃんと気にしてみてみよう、砂。でも今マイノリティですよ。あのありますよ、ありますよ、よく。なんか俺ね、全然違う話で申し上げないんだけど、薄潔癖で、なんか砂が肌についてる感覚を想像、俺なんだったら砂、デコ砂のページ飛ばしてたかも今まで。ああ、なるほど。なんか気持ち、体が気持ち悪くなっちゃうの。一人も分かってくれない？一人ぐらい。いらっしゃる。俺あのなんか体に砂ついてる感じを思い出しちゃうとか。あの青木さん、青木さん、あの監督まだ見てらっしゃいます。ああ、ごめん。あのまだ見てらっしゃいましたし、あのご視聴、はい、ありがとうございました。うん、浜松ゆえもよろしくお願いします。あー、もう内容と関係なくちゃんと告知をしてくれてごめんなさい。ありがとうございます。ごめんなさい。なんか写真に感情移入しちゃって不衛生とか体になんかついてるがゾワゾワってしちゃうっていう話でした。監督もご覧いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。残すところなしでいいね。あ、じゃあ10月後半浜松でお会いしましょう。あ、大事な告知でした。そろそろ終わりにしましょう。うん、お相手は桑原ゆきと。お相手は桑原ゆきと。もっとちゃんと言って。そう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 。お相手は桑原ゆきと。青木優馬とホビージャパン村上と鈴本明穂でした。どうもありがとうございました。バイバイ。